エイドリアン・カートン・デ・ウィアートは、イギリスの軍人。ビクトリア十字章、大英帝国勲章、バス勲章、イ・マイケル、聖城寺勲章、ことこう勲章などを受勲している。防和戦争と二つの世界大戦で、顔、頭、腹、足首、電部、耳などに被弾し、左目と左手を失った。医者が負傷した指の切除を拒否した際には、自分で噛み切った。 さらに、二回の飛行機墜落事故から生還し、捕虜収容所からトンネルを掘って脱出した。戦後、おびただしい量の竜三段摘出手術を受ける。老後は狩猟と釣りを楽しんだ。戦後、一言で言うと、私は戦争を楽しんだと言った。政府は話し合いによる解決が良いと言っているが、現実的に決定力を持つのは力であり、力は、 手放すことなど人々にはできない。人々は、ペンは、剣より強いというが、しかし私はそのどちらの武器を使うべきか知っている。と自伝に書き残した。第二次世界大戦後、カイロ会談に出席したウィンストン・チャーチルの個人的な特使として中国に派遣された。オックスフォード人物時点では、彼のことを黒い眼帯と空の袖によってエレガントな海賊に見え、 それが彼の伝説を象徴していると書いている。エイドリアン・カートン・デ・ヴィアートは、貴族レオン・コンスタント・ギスライン・カートン・デ・ビフハーの、長男として、ブルッセルで生まれた。1880年5月5日のことである。同世代の人たちは、彼が、ベルギー王レオポルト2世の被着室師であると広く、信じられていた。彼は、幼少期をイングランドとベルギーで過ごした。 アイルランド人の母が亡くなった時、当時6歳だった。彼は父親に国際法を学ぶためにカイロに移住するように進言した。彼の父親は裁判所の判事だった。よくエジプト政府の集まりに参加し、カイロ電気鉄道の理事も務めていた。カートンはローマカトリックだった。彼はここでアラビア語を学んだ。年にイギリス人のママ母は、 イングランドのローマカトリック礼拝スクールの寄宿学校に彼を送った。そこから彼はベリオールカレッジに通ったが、1899年のボーア戦争へイギリス軍人、偽名トゥルーパーカートンとして参加し大学から去った。南アフリカでの戦争の早い段階で、彼は腹や股の付け根に怪我を追い病兵として家に送還された。そこで父に大学を抜けたことがバレてしまった。 父は激怒したが彼を軍に止めさせた。相次ぎ、オックスフォードで短い期間だったが彼の友人だったオーブリー・ハーバートへ第二帝国偏僧機兵隊の委任状が渡された。1901年9月14日南アフリカの作戦中に第四ドラグーンガードの将尉として正式に任官した彼と再会した。1902年、カートンはインドに移り、スポーツ、 特に射撃とイノシシ狩りに強じた。防和戦争で受けた傷は彼に体力作りへの強い欲求を植え付け、彼は走り、ジョギングし、歩き、そしてスポーツに打ち込ませた。彼の周りの男性社会では下品な言葉の世界記録保持者になるべき、愉快な奴と言われていた。彼の連隊は南アフリカに移動後、1904年7月にスパーヌーモラリー中尉に昇進した。 そして7月の後、サー・ヘンリー・ヒルドユド最高司令官の副官に就いた。彼はこの期間から1914年までを前世紀だったと言っている。副官としての彼の正式な義務は、ポロの時間と彼の趣味以外のことに充てられた。1907年、彼は8年間英国陸軍の軍務に就いていたが、ベルギーの国籍を残していた。9月13日、彼はエドワード7世に、 中世の誓いを立て、正式に英国国籍に帰化した。カートン・デ・ウィアートはヨーロッパ貴族の集会によく参加していた。彼の二人のいとこのうちアンディ・カルトン・ドゥ・ビアール伯爵は1920年から1921年にベルギーの首相に就任し、エドモンド・カルトン・ドゥ・ビアール男爵はベルギー国王の政治秘書でソシエテ・ジェネロレイでベルジック会社の社長だった。 休職しながら、彼は、ボヘミア、オーストリア、ハンガリー、バイエルンの国のカトリックの貴族階級と接触しながら、中央ヨーロッパ全体を広く旅した。イギリスに帰国後に、有名な、防ー,ート航の狩猟で、磁気陸軍元水と磁気空軍元水に顔つなぎした。彼は1910年2月に大尉に昇進した。1908年、 オーストリアの名門貴族フッカー家の娘、フリーデリケ・フッカー・フォン・バーベンハウゼンと結婚した。彼女の父親フッカー・バーベンハウゼン公爵カールは皇帝フランツヨーゼフ一世の自重を務めており、母親の公爵夫人ローラはウィーン貴族者公会の中心人物だった。彼らは二人の娘を設けた。上の娘アニータは、ジャーナリストアンソニー・ロイドの祖母である。 第一次世界大戦の幕が開けた時、カートン・デ・ウィアートは、イギリス領ソマリランドへのルートで、マット・ムラーと呼ばれる、サイード・ムハンマド・アブドゥラー・ハッサンによる抵抗活動を受けていた。カートン・デ・ウィアートは、ソマリランドラクダ部隊に出向していた。この軍団の参謀である、敵のシンビリスさん再攻撃では、カートン・デ・ウィアートは顔に2発被弾して、目と耳の一部を失った。 1915年5月、DSO を叙勲された。1915年2月では、彼はフランスへの帰戦に乗船した。西部戦線で連続的に三不評大隊と旅団を指揮し、戦闘に参加した。彼は、この戦争で7発以上被弾し、左手を失い、医者が切り離しを拒否した何本かの指を自分で引きちぎった。村部の戦いでは、 頭蓋骨と足首を打ち抜かれ、パッシェンデールの戦いではデ部を打ち抜かれ、カンブレイの戦いでは足を打ち抜かれ、アラスでは耳を打ち抜かれた。彼は怪我の療養に、サー・ダグラス・シールド私立病院に行くことになった。カートンでウィアートは1916年2月15日から3月に、続いて1917年1月戦時小佐に昇格し、一時的に中佐に昇格した。 1917年初旬ベルギーからアンオフィサー・オブ・ザ・オーダー・オブ・ザ・クラウンを授与。6月、戦時中佐に昇格し、一時的順庄に昇格。7月、ドラグーン・ガーズの少佐に昇格。彼は1918年3月にベルギー王国から EN ・クロワデ・ゲールを授与され、それから6月には国王誕生日叙勲者名簿で CMG を叙勲された。 終戦間近の11月8日、一時的順序くらいと、旅団の指揮権が与えられた。戦後、彼は、率直に言って私は、戦争を楽しんでいた。戦争が、こんなにも楽しいのになぜ人々は、平和を望むのだろうかと言った。第一次世界大戦で、最も誉れ高いビクトリア十字章を授与された。彼の勲章は、ロンドンチェルシーノで見ることができる。 戦後、南アフリカのルイス・ボータ将軍指揮した、ポーランドを、ポーランド第二共和国として復活させる、イギリス軍事作戦の将軍として参加した。1919年で、バスクン賞を授与。短い期間で、ボサ将軍と交代した。ポーランドは占領していた国と改戦し、独立するために、決死のサポートを必要としていた。 ポーランド第二共和国のイグナチ・パデレフスキ首相、ユゼフ・ピュースツキ元帥、両主と指揮官、1920年中頃に参加した、フランス軍ポーランド作戦将軍マキシム・ウェーガンと会合を行った。フランス軍ポーランド作戦には、シャルル・ド・ゴールも参加した。彼の着任後すぐの仕事は、ポーランドとウクライナ民族主義者の指揮者、シモン・ペトリューラとの間の和平交渉だった。 ウクライナ人たちはリビウの街を包囲しようとしていた。彼は交渉しようとしたが、ウクライナ人指導者ペトリューラは否定的な態度を取り、彼が乗っていた車列をウクライナ軍に銃撃させ、二人のポーランド人将校が殺害された。そこから彼は英国首相デビット・ロイド・ジョージと将軍にポーランドの現状について報告するためパリへ移動した。デビット・ロイド・ジョージ首相 彼がポーランドに戻ってきた時には多くの前線がワルシャワに脅威を感じさせるラインまで進行していた。後のローマ教皇ピウス11世であるアキレラッティ、スーキ教との間に相互に連絡できるパイプを以前から形成していたが、ラッティスーキ教は外交団をワルシャワから避難させるかカートンにアドバイスを求めていた。外交官はポズナに避難したが、イタリア人外交官は ラッティスーキ教と共にワルシャワに残ることになった。これらすべての出来事からカートンはポーランド人と協調をより発展させガリツヤ東部の領有を支持した。彼の主張は次回会合でのロイド・ジョージ首相には一周されたがポーランドの人々には高く評価された。彼はイグナツ・パデレフスキ首相とより信仰を深めた。飛行機事故でリトアニアに短期間拘束された後、 戦争担当大臣ウィンストン・チャーチルへ報告するため、イギリスに移動した。彼は、パデレフスキ・ポーランド首相の、モスクワに向かった、アントオン・デニー禁指揮下のロシア白軍の攻撃は、失敗するという予測をチャーチルに渡した。そのレポートの内容は、その後すぐに現実となった。チャーチルは、ロイド・ジョージ首相に比べ親ポーランドとなり、 首相の反対を押し切り補給物資の手配を行った。1920年7月では、カートンは王に a d c を授与され、そして戦時大佐に昇進した。ワルシャワの門に赤軍がいた時に彼は動いた。観測隊が外に動いた時、赤の騎兵隊から攻撃を受けた。そして銃撃戦が開始された。1921年、この年1月、彼はポーランドから、 ローカルランクオブメジャー・ジェネラルを授与された。1922年6月、正式に大佐に昇格した。1923年4月辞任。12月、軍を引退して、栄誉の特進で、少々に昇格した。最後の副官だった王子は、彼のおじが共産主義者に殺された時、ポーランドの東側の土地50万エーカーを引き継いだ。 友達になったとカートンはアイルランドよりも大きい水鳥で有名な大湿地エリアプリペア地小宅地をもらった。私は興味を失うこともなく15年間毎日湿地でハンティングをして楽しく暮らしていたエイドリアム・カートンデビハーデューリングワールド・オー21939年8月下旬、カートンはポーランドの最高指揮官エドバルトリッツ・シミグイ元帥と彼の能力に対して 低い扱いだったが会談した。ポーランド軍をビスワ川を越えて引かせようとエドバルト、減帥に強く進めたが、失敗だった。他の概要を公開できるバルト海に残された船を移動させるアドバイスを提供し、激しい抗論の末、結果的に北京作戦として採用された。この避難させた艦隊はいくつかの船や潜水艦を沈め連合国に多大な貢献をした。 ポーランドの抵抗が弱まったのを見て、カートンは、ポーランド政府と共に、ワルシャワからの避難を任務とした。彼とエドバルト元帥は共に、イギリス軍ルーマニア国境作戦部隊と残り、追撃するドイツとソビエトの攻撃に対決路を作った。彼が統率する護衛車列が、ドイツ空軍に襲われ、彼の側近の妻が殺された。9月21日、この日は、 反連合国を主張していた、ルーマニアの首相、アーマンド・キャロネスキュが暗殺された日で逮捕される、可能性があったが、偽パスポートを使い飛行機で脱出した。1939年の秋に陸軍に任命され、カートンは大佐として復隊した。彼は11月に一時的に少々に昇進した。1940年4月、 時間を惜しむぐらい短い準備で、イギリス中部の6ファースト不評師団を指揮し、イギリスフランス共同軍が占領したノルウェー中部のナムソスという町に召喚された。彼への命令は、少し南に距離を置いたアンデルソーネスに上陸し、南側から、新軍、海軍の攻撃と連携し、トロンハイムを取り戻すことだった。彼は、軍が到着する前に場所を確認するために、ナムソスに向かった。 ショートサンダーランド飛行艇が着水した時、ドイツの戦闘機に襲われ副艦が負傷し、避難しなくてはならなくなった。その後、ドイツ空軍が爆撃する中、フランスアルペン隊が爆撃と港湾施設の不備でスキーのための川や、フランス軍はこの短い戦役をナムソフスに泊まり対応することとなった。イギリス軍はスキー、火砲、補給なしで上陸した。 彼らには航空支援すらなかった。これらのハンディキャップにもかかわらず、カートンは山を越え、ドイツの駆逐艦に砲撃されているトロンハイムフィオルドへ軍を移動することに成功した。しかし、ドイツの艦隊からの砲撃になす術がない彼の部隊では作戦が失敗することは明らかだった。トロンハイムに攻撃する手はずだった海軍からの砲撃支援はなく、雪に半ば、 足が埋まりスキーも空からの支援も火砲も補給もない、カートンの軍にはなす術もなかった。スキーを履いたドイツ軍によって、機関銃と共に攻撃され、空から爆撃、後方ではドイツ海軍が上陸していた。撤退も考えたが、なすべき政治的な立場が彼を拘束していた。その後、ロンドンから取り消し命令と新たな命令が下り、避難が行われることとなった。 しかし、避難の日時に避難用の船は現れなかった。翌夜になって海軍が到着し、ルイスマウントバッテン白爵式か、霧の中脱出した。非常に深刻な爆撃にさらされ、フランスのビゾンと英国のアフリリが沈没したが、帰還には成功した。輸送船団は、カートン60回目の誕生日である5月5日、イギリス海軍の拠点スカパフローに到着した。 カートンはすぐ侵略に対する防衛として、北、アイルランドに移した第61師団の指揮官にポストバックされた。カートンは高いレンで第61師団を運用したが、最高司令官として、中将ヘンリー・ロイズ・パウネルが北、アイルランドに着いたとき、カートンの運用の仕方はあまりにも古いと指摘された。1940年11月に一時的に臨時少将に昇格。 彼は1941年4月5日に英国ユーゴスラビア作戦軍の長として任命されたが、簡潔に言うと全く働くことができなかった。ヒトラーはユーゴスラビアへ侵略準備していたため、ユーゴスラビアは英国に助けを求めていた。カートンはユーゴスラビア政府と交渉するため、ビッカース・ウェリントン爆撃機でセルビア、ベオグラードに移動した。 マルタで給油後の航空機は敵地を北へ南へと移動し、回路に向かった。イタリア支配下のリビア沖約1 6トルで、両方のエンジンが故障し着水した。カートンは気絶したが、流れ込んだ冷たい水が彼を外へ運び出した。飛行機は試算し沈没したので、彼と残ったスタッフは岸まで何マイルも泳ぐことを余儀なくされた。その後、 彼らはイタリア当局によって捕獲された。カートンは高い地位の捕虜として扱われた。イタリア、スルモーナ地方、ビラオルシーニで4ヶ月を過ごした後、ビンチリアータのカステロディ・ビンチリアータ特殊収容所へ交換として移送された。ここには多くの上級士官捕虜が収容されていた。なぜなら1941年初期の北。 アフリカ戦線でエルビン・ロンメルの作戦が成功し、多くの捕虜を得たためだった。彼はここで多くの友を得た。特に仲が良かったのは、リチャード・オコーナー、ダニエル・ノックス、フィリップ・ニームだった。この4人とで脱走を約束し、7ヶ月でトンネルを作り5つの試みを行った。その一つでカートンは農民を装い8日間、創作の目をごまかした。皮肉なことに、 カートン脱出し室後に彼を無力化して本国送還する証人が到着していた。カートンがこれ以上この戦争に関わらないと約束したならば送還するというものだった。ランフリーオーナー、公爵ハーマイオニーからカートンの妻宛ての手紙で週刊中のカートンの様子が説明されている。下品な言葉の世界記録を所持してるかもね。と彼が言ってる。面白い人ね。 延々と彼は面白い話をしていた。彼は本当にいい人だ。本当に素直にそう思うと書き綴っている。そして驚くべき展開が起きた1943年8月にカー・トンは刑務所から連れ出され、ローマに移され、戦争を終了するため、英国へ交渉人と共に停戦条件締結のメッセージを運んでほしいと、イタリア政府に内密に頼まれた。 カートンは、イタリアの交渉人である、ジャコモザヌッシ,シ将軍と同行し、リスボンで連合国と交渉。しかし、カートンは、保護に、一般市民の服を必要とした。イタリアの仕立て屋に不思議がられながら、彼は適切な判断であると強調した。彼らが用意する血塗られた、ジゴロスーツなんて着るつもりはなかった。事前、ハッピーオーディッセイの中で、最善の結果を出すために、 私の人生の中で一番のスーツが必要だったと説明している。リスボンに到着後、カートンはイギリスとの連絡路を1943年8月28日まで作り開放された。カートンでビハインザ、カイロコンファレンス、ビハインドスンメイ、リング、カートンがイングランドに帰還して1ヶ月も経たない頃、チェッカーズにあるイギリス首相の公式別荘へ一晩招待された。 チャーチルはカートンに個人的な理由で代理として中国に行ってもらえないかと考えていると相談された。彼は10月9日に臨時中将に昇進し、1943年10月18日にインドの空へ飛んだ。中国での宿泊施設の準備ができていなかったので、インドにしばらく投留し、ジョン・ケズーイック、ジャーディン・マセソン、大中花防駅帝国の長に、 中国の立場について、特に正確なオーパンについての説明をもらっていた。彼は、総督ウェーベル伯爵と、インド中流英国陸軍総指揮官クロード・オーキンレック、また、イギリス特殊戦の創始者、オード・ウィンゲートにもあった。中国に到着する前に、カートンは、チャーチル、ルーズベルト米大統領、中国の小介石将軍が主催する1943年の、 カイロ会議に出席した。カイロの庭に集まった指導者たちの背後にカートンが立っている有名な写真はその時のものである。カイロでは共に囚人で友人であった団らんの妻ハーマイオニー女公爵と知チになる機会を得た。彼女はカートンが中国ビルマインドゼニキで米軍の気がたいことで悪名高い司令官ジョセフ・スティルウェル将軍と連携できるようにしてくれた。 人人の一人だ彼は1943年12月初旬に重慶の中国国民党政府の本部に到着した。これからの3年間、彼は戦時遠隔地資本外交や行政業務報告の主観に携わることになっていた。カートンは小解席と仕事をし、カートンが最終的に引退した時も小解席からの仕事を行っていた。彼は 定期的に英国当局と連携するためにインドに訪れた。彼の古くからの友人、リチャード・コーナーはイタリアの捕虜収容所から脱出し、インド東部に置く。ベンワル知事、オーストラリア男爵、リチャード・ケーシーとは良い友人になった。彼の妻は第一次世界大戦で通院していた病院の一つでカートンを看護してくれていたのだ。1944年10月9日に、 カートンは一時的な中将へ戦争での実質的なランクは少々に昇進した。中国の状況について戦時内閣で報告するため1944年12月に帰国した。彼は1945年の新年の栄誉リストで区部をナイトシャクに除された。彼は1945年6月に労働党政権の党首になったクレメント・アトリーは中国に まだ滞在するのか尋ねられた。カートンは、ビルマ前線の戦列に配属され、東洋艦隊司令官、提督サー・ジェームズ・サマビルに会った後、彼は1945年に、オランダ領東インドのサバへ、日本の戦闘機と英国の空母航空機との間の空戦を含めた、砲撃のためクイーン・エリザベス・ブリッジのフロントシートを与えられた。カートンの報告の良い部分は、 中国共産主義者の増加力について調査していたことだ。歴史家、マックス・ヘイスティングスはこう書いている。原則として、すべての共産主義者を軽蔑し、毛沢東は、共振者と非難し、さらに加えて、私は、彼の意味する仕事を信じることができない。彼は、蒋介石以外の中国の支配者は存在しなかったと、英国の政治家に語っていた。 カートンの思い出に残る交流夕食会で政治的な理由で日本との戦いを維持するために毛沢東批判のプロパガンダ演説を中断し共に夕食会に参加していた毛沢東に会った毛沢東を少しの間ア然ンとした後笑っていた1945年北京に到着後イギリス首相の個人的代理人に紹介席 ジュリアン・エイマリーと今や解放された国民党政府の首都南京へ同行した。任期の終わり頃には東京を訪れてダグラス・マッカーサーと会談した。彼は紹介席から継続して仕事の申し出をもらっていたがもう66歳で引退する準備ができていた。カートン・ド・ビィ・アールは名誉ある中将の階級で1947年10月に引退した。 フランス領インドシナを経由して、帰宅の途中、カートンは司令官のゲストとして、ラングーンに投入した。階段を降りてきたところ、ココナッツマットで滑り、いくつかの脊椎骨と背中に怪我をして気絶した。最終的に、イギリスが作った病院で徐々に回復することとなった。医師はそこで、彼の古い傷から、信じられないほどの量の硫酸弾を抽出することになった。 彼は回復し、その後、親戚を訪問するために、ベルギーに行った。1949年に、彼の妻は死亡し、1951年71歳の時、彼は、ルース・マートル・ミューリエル・ジョーン・マッケニー、ジョーン・サザーランドとして知られる女性と結婚、酒釣りと寮に没頭するため、アイルランド、コーク圏、キリノア・ディッシュ、ギーナ・ハウスに定住することを決めた。 彼女は23歳年下だった。エイドリアン・カートンでウィアートは1963年6月5日に83歳で亡くなった。彼と彼の妻、ジョアンはマクルームのメインストリートすぐそばの込む教会の墓地に埋葬されている。墓は彼らが生前住んでいたディーナハウスのちょうど外側にある。カルトン・ド・ウィアールの石でイングランドに3496ポンド映 アイルランドに4158ポンド英貨を兼任した。ありがとうございます。